競争する鳩のレースバトと、はい、この結婚式用の鳩と両方僕は飼ってます。結婚式にお二人の幸せを願って永遠の幸せ、永遠の幸せで10羽の鳩を放すんですけど、はい、今日はねちょっとね夫婦の鳩を出してもらいました。あ、可愛いですね。これ可愛いでしょ。真っ白い鳩、ホワイトビジョンセレモニーというのを僕してるんですけど、はい、実はですね、はい、この夫婦の鳩、はい、鳩も一生同じ夫婦でおるんです。必ず巣に帰るという珍しい、珍しいじゃないですか。必ず巣に帰るというね、はい、幸せの鳩ですので、ね、人間では考えられないですね、はい、考えられますよ。浮気しませんよ、はいね、ハートがポッポしますからね。いやではねこれ鳩離しますからね。あ、離す、はい、大丈夫ですか、ね、帰ってきます、はい、必ず巣に帰りますからね、はい、はい、おね、飛んでいきました。必ず巣に帰ってきますからね。すごい、もう帰ってこない方がいいよ。絵になる。おお、回ってきた。結婚式の時はね話すんですけどね、はい、これ新婦もね最初どんな顔してるかと、やっぱ出た瞬間はねあっといういいお嫁さん顔されますね。うーん、素敵でしょ。普段はね先にね夫婦の鳩を2羽話して、はい、それから永遠の幸せで10羽バラの子から飛んでいくんですよね。また結婚式やる人はお祝いにどうぞ。ぜひぜひ。